はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ついに始まりました Steam Next Fest。 今回は Steam Next Fest の中からダイブ・ザ・ダイバーというゲームの体験版を遊んでいきます。リリースは未定です。日本語に対応しています。そしてコントローラーにも対応してます。ゲームはブルーホールと呼ばれる海を舞台にしたアドベンチャー。昼間はダイビングで魚を取って、夜は取ってきた魚をさばいて寿司屋を経営する、ちょっと変わったゲームとのことです。今日ね、会社でこっそりネクストフェス見てたら、たまたまこのゲームのねライブ配信やってたのでね、面白そうだったんでちょっとやっていきます。はい、ニューゲーム。あー、いいね、夏ですね。このウクレレのんびりしたね、南国の楽園で隠居生活みたいな感じですかね。では。寿司食わしてやるぜって言ってるのかな。あ、出かけた。飛行機乗っていかなかんねや、寿司食いにこう南国の孤島みたいなところで住んでるのが、ああダイブ・ザ・ダイバー、面白そう。もうドットも結構ねいいですね、やっぱりね。長いなスタッフロールか、スキップしようかな。はい、お、デイブ早かったな。コブラ、この人が寿司電話してきて寿司食わしてるって言った人ですね。あ、休みやったんやこんなところに寿司屋なんて本当にあるんですか。とてつもなく大きなブルーホールですね。ブルーホール、ただ大きいだけじゃないぞ。この巨大なブルーホールには入るたびに地形と生態が変化するという不思議な特徴がある。ローグライクやな。ランダム生成される海ってことですね。ビジネスチャンス。もともとダイバーやったけど、もう引退してたかなんかなんでしょうね。ブランクが長いって言ってる。あ、いきなりダイブですね。潜ってみろって言われてる。妙なことに巻き込まれている気がする。はい、ブルーホールの下。あ、移動して矢印に立ってみよう。ダイブ。ゴー。あ、綺麗。2D でも全然綺麗な。ドットか。ダイビングポーズは悪くない。とりあえずウォーミングアップといこう。表示のところまで移動。LT、ライトトリガー。あ、ちょっと早くなるね。ちょっとだけね。酸素の消費量が上がるって言ったな。OK。ジゴンさながらの滑らかな動きやった。はいはい。探検。ピンチの時の切り札、探検だって。小さな魚を練習台に B を押すんだ。B。あ、これね。はい。シュッ、シュッ。逃げられてる。上出来だ。スムーズでスピーディーな動きだった。マジか。最後にまさか君。森の使い方忘れてないよな。森使ってませんけど。肩慣らしが必要。森で3匹魚を捕まえてみよう。狙いを定め、 A で狙いを定めて RT で放つ。ん？こうね。ああ、なるほど。おお、なるほどなるほど。こうですね。下にはいけんねや。 OK。 長押してなかのかな。ちょっと遠い距離は。あ、こんだけしか届かん。結構遠くにおるからさ、届かん。ちょっとスローになってくれんねや。スローになるけど早い、十分。え、当たらんねんけど。OK。熊の実、ランク1。これがあれかな、食材になるんですかね。早っ。ちっちゃいの狙おっか。ほっ。え、当たらん。OK。ヒイロハギ。まあこれなら勘もすぐ戻るだろう。結構難しかったよ。とりあえずボートに上がってこい。
ウォーミングアップを済んだところで本題に入ろうか。はい。寿司が大好物だったよな。いや、私も寿司好きですね。とろけるような刺身につやつやのシャリ、神がかった組み合わせ。まさにその通り、神の食べ物ですね。寿司業界を長く離れていた寿司シェフが一人いるんだ。変わり種で喋り方も武骨だが、腕だけは世界一だと自信を持って言える。俺はそいつと組んで、ここに一味違った寿司を味わえるレストランを作ったのさ。あの右に見えてるやつか。寿司って書いてあるわ。このブルーホールには世界各地の魚が生息している。それを取れたてピチピチの魚を寿司のネタにするって寸法だ。これがビジネスチャンスか。すぐにでも食べに行きたいです。うわ、寿司食いたくなってきたな。一つ口かましてくれねえや。あ、その代わり魚取ってこいってことか。お料理はさっぱりですよ。店はもう用意してあるわけで、君は水中潜って食材さえ仕入れてくりゃいいんだ。ああ、なるほどね。OK。あ、いいね。好きなだけ金払ってもらうことになるか。ブルーホールにはそばにある寿司屋か。夕方から開店。はい。っていうことか。寿司屋行こうって。はーい。寿司。よう番長。番長っていう寿司は番長寿司。なんかよくあるね、おはこ寿司とかさ。はい、回転が済んだか。番長黒人やな、サングラスしてるし。漁師、ダイバーです。拙者は番長。番長な。お主とか言ってるし。あ、いいね、大トロ、うなぎ、ウニ。私ね、結構島味好きなんですよね。よだれ出ちゃうね、わかる。その程度のネタしか知らんのかって言われてる。海と大地の魂が一つに合わさった大自然そのものと言っていい料理。ああ、そうかもしれん。身近で売っている限られた寿司ネタを食すのみ。大自然の息吹を感じることもできんらしいわ。拙者の使命。うお、なんだ。いきなり潰れたんや寿司屋。地震。お店の内装がひどいことになってしまった。そうね。ところがどっこい、開店準備に有り金全部つぎ込んでしまったから、開店し修理費稼ぐしかないって。肝心なのは料理の味。さっき取ってきたよ。あ、取ってきたものでしたら、うん、俺っぽっちじゃとても客人を迎えることはできん。あと7匹取ってこいって。夕方だけ影響する。あ、だからあれか、昼はダイビングして夜は寿司屋を運営する。でも運営っていうか、あの経営するって書いてあったけど、もう店長おるよね。昼は一銭も稼がないってことですか。売り上げも大事だけど、ろくな準備もなしに客人を迎えるわけにいかないらしいわ。プロやな。じゃあ魚取りに行くってこと、昼間。プロ意識がものすごい方なんですね、パンチョさんって。本当やわ。あの事件以来、久々に情熱的な彼の姿が見られて。何かあったんや。なんかストーリー的なものも結構ありそうですね。とにかく7匹取ってこいって言ってますね。あ、左に出ましたね。マイナス100からスタートや。壊れたお店の修理費100ゴールドと寿司のネタを用意しようだって。ダイブ行くぜ。ちょっと森使い方ちょっと難しいからな。あれ、マウスでやろうかな。キーボードで切るかな。あ、いけますね。酸素があるね、この左下に86って。うん、なるほど。こっちもやりやすいかもしれん。これ、この動きがめっちゃ速かったから、コントローラーだと。ああ、こっちもいけるわ。
多分。お、ほらほらほら、ちょっとマウスの方がやりやすいかもしれん。あのちっちゃいエビ取れるかな、エビかなこれ。あ、取れた。コンバーらしい、知らんけど。お、でっかいのおる、でっかいの。あ、下、下には撃たれへんね、左右なんですよ。え、逃げられた、そうなんねや。何回かやってたら捕まれるんかな。おっと、来た。あ、無理、でっかいのはまだ無理なんや。多分こうスキルとかあるんでしょうね。そうか。あ、あのほらブルーギルみたいなおるわ。あーが、あれ取りたい。待てこの野郎。おう、あ、なんかある。え、なんやろこれ。エスケープポット、エスケープしたかんやん。これは宝箱があった。ビリビリスティック、どうやって取るのかな。あ、これか、交換できるのかな。これね、貝がある、貝が、ほら貝殻取った。あ、なんか左側にも部品みたいなのありましたね。ちょっと行こうか。酸素大丈夫かな。あ、入られへん。ほらほら、なんかいっぱいある。なんか赤くなってる左。ノーマルデッド。これもう潜られへんねや。取れた。カサゴ。あ、これで、あいつを。あ、やべやべ。もう7匹取ったっけ。取れた取れた。でっかいの取れた。やべやべ。急げ。空気がね。あー、間に合う。あー、ギリ戻りました。危な、こう酸素ボンベとかも大きくなるのかな。あ、アイテムなんや、貝って。獲物じゃなくてキャッチフィッシュ。7匹取られんかった。もう一回行かなかんのかな。水槽に送る。あ、大きいのはちょっとこの身のか、あ、ランクが高くなるんですね。大きかったり、ちょっと深海、深海まで行ってないね。 40m ぐらい潜ったんかな、あれやったら。もう一回行かなかんのかな。あ、グッドって出てる。あと1匹足らんわ。もう一回行きます。やーべえ、これ面白いな。ドットやのにめっちゃ綺麗。ああ、あの、これは何やろ、あの、なんていうんですか。あ、あれがなくなった。何でしたっけ、森みたいな。あ、倒せる。これは倒せんのかな。当たったかんよね。あーっと、なんか当たった。ダメージ食らった。通りられへんな。よし、天竺台。なんかあるかな。お、裏っかい、ほらほらほら、光ってる。これは鉱物みたい。あ、ちょっとちょっと、あ、鉱石あって。え、こんなんもあんの。なんかクラフトすんの、もしかして。落ちてた。これ以上潜られへんな。 40m が今の限界みたい。これ敵や、攻撃してくる。なんか銃弾みたいなのある。はい、あ、強っ。あー、なるほど、これか、これで仕留めやなあかんってことか。オッケー、取れた。あー、そういうことね。これなんでしょう。脱出ポットで脱出してみようか。え、取られへん。あ、綺麗なホール。普通の魚は攻撃してけへんね。あの、森で取られへんかっても、この近接攻撃で、探検で、いけますね。もうちょっと取ったから、これ使ってみようか。これでも多分出れるような気がする。エスケープポット。違うんかな？あー、こんなんが来るんや。のんびりしてるわ。
減圧完了。よし、十分取ってきたな。はい、取りました。この調子ならすぐリッチになれそうだぜ。営業。同鉱石って何でしょう。なんか使うんかな。はい、水槽に送ろう。お店での営業準備しましょう。ちなみにダイビングは午前と午後に1回ずつできる。いつねんねん。夕方って言ってもさ、夜中まで やるんでしょ。あ、でも10時までか。え、5時から10時まで5時間しか営業せんのこの店。準備はどうですか。完了できた。ボロボロやんこの店。これでやるんや。あ、私もお店手伝うのやっぱり。え、それって一体この顔。コブラが拙者は土を握るだけでよいと、仕入れと配膳を担当する者は確保してあると。面白い。他誰。あ、私は配膳と店回すってことか。オールってことですね。食材タブを開いてみるといい。これ、はい、取った魚のみならず農作物やソースなど。農作物、今はそれだけ知っていれば十分だろう。あとで確かめろ。 C を押して食材タブを閉じてみよう。次はメニューの登録の仕方を教えよう。はい、獲得したレシピはメニューに追加すれば客人に振るうことができる。先ほど獲得した魚の寿司レシピがあるからメニューに登録しろ。はい、これね。はい、登録、これ強化したからね。これエビちゃん、熊の実。あー、サーモンみたい。あの高いやつ何やったっけ、これかな。こうか。はい、4分の4、4つしかないんか。自動供給設定をしておくと手間が省けて楽。どこにあるんだろうそれ。メニューにある料理しか振る舞えない。食材が底をついた、切り替えるか補充。料理の強化、強化したらどうなんだろう。値段なのかな。自分で埋めろって残りは。さて、あとは客人に料理を運ぶ方法。喉乾いたぜ。上がり一つ注いでくれよ。緑茶を注いでみたことはあるか。もっぱらコーラ専門でして。注ぎ方をしよう。コブラのとこ行け。はい、スペース S でうまく注ぐ。こうね。おお、このぐらい。あぶな。あ、ちょっと手前で終わらせた方がいいみたいですね。このぐらいかな。ああ、なるほどね。パーフェクト。ここに寿司のカッパ巻きはいくらでも食べていいんや。カッパ巻きは知らんけど、これ。これが今料理にのリストに入ってるやつですね。緑茶を飲んだら食欲は湧いてきたぜ。ついでに何か食べ物を出してくれ。注文の多い男ですね、確かに。あ、またなかんの。ちょっと待ってる間に入れようか。あ、できたみたい。拙者の方に来て料理を受け取るんだ。あ、このメーターが満タンになったらってことか。スペースね。配膳中ダッシュができます。シフトでダッシュして素早く移動してみましょう。スタミナには注意しましょうか。これね。はい。で、スペース。もしもし。宅配は先週送った。あ、どこ行った。食べもせずに行ってしまうとは全く世話しない男だ。え、もったいな。食べたいわ。料理は他の人に振る舞えるわけにはいかん。捨てる方、他あるまい。もったいないんですけど。そらそうやわ。番長寿司の威信にかけても残り物は廃棄あるのに。人と料理の出会いもまた一期一会ゆえ。これ言葉のチョイスもうまいな。面白いな。もったいな。これなんかスーパーがリパックやめましょうみたいな話なんかな。準備はおよそできたようだ。久しぶりゆえ武者ぶりがしてきたな。なんちゃって侍やなこれ。 E を押して、あ、メニューを十分に埋めてから E を押して営業を始める。はい、メニュー入れようか。さっきあったやつですね。メニュー。これね。多いやつ追加した方がいいよね。黄色はぎ追加。
マックス。あ、これ注文したから4分の3になっちゃったってことですね。何しよう。ボンバー。あ、青いやつ。あ、これこれこれ。これにしよう。金額が高いんや。いい魚になると、やっぱりね。あ、これもなかなかいいですね。はい。あ、食堂レベルブロンズ以上で、メニューが、のリストが増えるみたい。あ、これでいいや。ちょっと回転してみよう、回転。営業開始。あ、パン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 。あぶん。お、来た来た来た。めっちゃ早い人。みんな、なんかエビみたいなの頼んでるわ。はい、お待ち。オッケー。あ、やばい。これ、ちょっと、店主が追いついてない。エクセレント。番長、遅い。もっと早握れ。こっちはもう配線待ってんのに。番長の能力低いわ。あ、上がり。S か。OK! エクセレント。あれ？青色。はい。あれ？はい。OK! 光ってる。待ってはるんじゃないのあれ。番長、早く。期待以上、そろそろな。あ、上がり。S か、こうか。なんかラーメンみたいな器、あー、危ね、入れすぎ。あ、OK。わさび、サビがないんか。これも補充せなあかんのか。わさびが切れると料理が作れません。あー、そうなんや。切らしてしまう前に定期的にすりおろし。それもせなあかんの。大変な。え、どうやって、こう、え、ま、マウスホイール。ちょっと面白いけど、これ。やべ、待ってる。なんやこれ。ラーメン。あ、食べかす？え、どうすんのこれ。両方しか。はい。あ、終わった。本日の営業は、番長寿司クロース。52売り上げ。食品の炎を獲得したって。これなんやろ？スキルポイントかな？食堂スコア良かったみたい。分からんけど、よく。どういうことやろ。管理費とかある。最近最高売り上げ。ようやく一日終わりましたね。腰と足がギシギシ痛みますよ。いや、頑張ったでしょ。ミスなかったで、番長。私ホールとして。番長、ちょっと、作るの遅い。男たるもの、少々おだてられたからとうぬぼれるでない。ボロボロや、店。でも、わさびさ、本わさびやったね。あれすりおろすんや。本格的ですね。なんかアニメーション入った。なんか出てきた。食べ物探してたんだ、タコ。あ、お、マジか。なんじゃそりゃ。かなりあれやね、コメディ入った。面白いな、これ。ああ、一日あれで終わったんや。なんかやっぱストーリー的なもの。あ、電話かってきた。誰？おじさんがブルーホールに潜っているというダイバーの人、エイリーっていう女の人から電話かかってきた。うん、多分そうだと思うけど。細マッチョの素敵なおじさんを想像した。悪いね。見えてんのか電話やのに。あ、そうか。あの、カメラ電話やね。テレビ電話？カメラ電話？よくわからない。まあ、とにかく一つお願いしたことがある。そうだそうだね。フィリピン国立大学で生物学の研究をし、ブルーホールってフィリピンなの？最近この辺で異常気象が起きると話を聞いて調査しに来たの。あ、
調査しに来たんや、ブルーホールにね。フィリピンからブルーホールがどっか分からんけど、ブルーホールに生息生態について調べてる。テングサと赤ヒドデ、ヒトデを取ってきてくれませんか。一つずつだと心もとないので二つずつ。はあ、人にものを頼む態度は覚えないな。僕に君を助ける義理はないと思うけど、全くその通りやね。ああもう、なるほどね、ビジネスですね。謝礼金、はい、謝礼。別にやらないとは言ってないさ。赤い生態市場、スマホ、ニューコンテンツ、スマホで様々なコンテンツにアクセスできます。現在進行中のミッションなどを確認してみましょう。へえ。スマホってどうやって見るって、エスケープ。ああそうなんや。あ、電話もできるね。番長とコブラしかないわ。カレンダー、あ、天気なんかもあるんや。明日は晴れらしい。こういうので影響したり、なんかイベントがあったりするんですかね。今は予定とカレンダーと天気しか見られへん。カメラ使われへんね。あーなるほど、やっべ、これ面白いな。いつでんねやろう。あ、未定ですね。まあ30分くらいやったんかな。この辺にしときましょうか。はい、今回はスチームネクストフェスの中からダイブザダイバーというゲームの体験版を遊んでみました。いや、かなり面白いですねこれ。このブルーホールっていう海の中もまだまだ探索したいし、もっといろいろな魚取りたいし、ストーリーもね気になるし、さっきのアニメーションのタコの足みたいなのは何なんでしょうね。気になることばかりです。珍しいゲームなので、先の展開が全く読めないところがいいですね。この先どうなっていくのかすごく気になります。あと、ドット絵なのに海の中とかすごい綺麗ですし、こののんびりとした音楽と緩いストーリー展開が、こう殺伐とした社会をね、忘れさせてくれますね。はい。ライブズライバーのリリース日は未定です。以上となります。ご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日ありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。